どうも、毎度です、今日は天満橋ボクシングジムというところに来ています。一体どういう方がいるのでしょうか。行ってみましょう。ライブじゃない。ミット受けられてどうですか。真っ黒です。真っ黒、真っ黒です。どういう意味ですかそれ。真っ黒です。真っ黒っす。はい、 OK です。あらっす。藤崎さんはどんな感じの人ですか。真っ黒っす。 OK です。あらっす。藤崎よしきと申します。はい、天満橋ボクシングジムは、今年の11月で4年、ちょうど4年です。今4年目です。お、はい、どこかで見たことがある方もいるかもしれないですけど、実はアベマ TV の、那須川天心君と戦った男です。そうなんですよ、はい、まだ1000万円振り込まれてない。遅いですね。遅いですね。まだ口座とか伝えてないからかな。それちょっとターチに言わないと。電話してみます、ね、このジムはどんな感じのジムでしょうか。もう本当に試合出たい人は試合もどんどん、まあ、プロに加盟してないんで、はい、アマチュアの試合ですから、はいはい、試合もどんどん出しますし、で、まあ、そうじゃない方も来やすいよ、まあ、いろんな人にどんどんリング上がってもらって、はいはい、まあ、ミッド打ちっていうのを中心に、対人練習を中心にどんどん、はい、実践的なことを。プロっていうよりは、まあ、アマチュア向きで。そうですね、一般の方向けですね。はい、はい、結構もう、まあ、ガチでやろうっていう方もいれば、はい、もうダイエットだけみたいな。そうですね、はい、いいですね、はい、小学生も来てます。小学校。あ、小学生も。小中高。その子供のクラスみたいなのは今分けてないんですけど、はい、ちょっと増えてきたんで、そろそろ時間を空けようかなと思ってます。何かアベマ TV 出た時の反響みたいなのはありましたか。写真撮ってくださいって5回言われました。5回。はい、具体的な数字ですね。はい、具体的にあんま言われることないじゃないですか。5回くらい言われてます。はいはい、資源があって資源みたいな、乳首、乳毛を抜くトレーニングもこのジムはやっております。結構試合出てる人とかは親父ファイトとかが多いですか。親父ファイトとか、あとはアマチュアの大会と全社会人選手権とか。おお、そうなんですか。あとはまあその各ジム主催のスパーリング大会、ね、
な感じですね。藤崎くんが格闘技、ボクシングを始めたきっかけみたいなのはありますか？誰が聞いたいですか？あの、K-1 流行ってたんですよ。K-1 流行ってて、なんかパンチ強い選手やっぱ強かったんです。その時からっていうか、まあ、今もそうじゃないですか。キックで強いパンチ強いってやっぱかなるし、倒すのもやっぱパンチの方が多いじゃないですか。っていうのでボクシング、その時の好きな選手とかはマイクベルザンビですね。マイクザンビですだいたいマイクついてるやつが強いな。マイクザンビですよ。わかります？わかるわかる。で、あのマックスが全盛期だった。山本キッドとか。キッド倒したやつやろ。あ、そうですそうです。一発で倒した。めっちゃ知ってますね、やっぱり。おい、知ってる知ってる。あの辺の K-1 の時が中学校の時で、あ、中2、中3ぐらい、中2ぐらいですかね。もう K-1 全盛期で、とりあえず格闘技なんかやりたいなって思いながら、まあ、野球部やったんで途中にやめるのもね、野球部終わってからジム探そうと思って、なんかいろんなジム。あ、始めたのはジムからね。そうですそうです。ボクシングジム行って今日の。ほんで、まあ、そっからもう毎日練習しましたね。へえ。ジムで、まあ、高校もインターハイとか出て、ほんで、大学から部活でやりました。高校部活じゃないんや。あ、ジムです。あ、そうなの。はい、ジムでやってて、で、もうそのまま大学それで行けたんで、その頃にはなんか、K-1 とか、キックっていう、そういうのやりたいっていうのがなくなってましたね。なんかもうボクシング一本でって、勝手な、こう、なんでしょう、ボクシングジムで始めて、まあ、ボクシングの試合出て、ボクシングずっとやってたみたいな感じで。最初はでも K-1 が好きで。今になってそのジムやるようになってから、その何ですか、キックボクサーの人とかが結構パンチを習いに来てくれてるんで、それで逆にキックを教えてもらったりもしてるんですよ。あ、だからやっぱ面白いなって、今ちょっと新しくキック週1で5分ぐらいやってるんですけど。ああ、そうなの。ほんまに週1回5分ぐらいですけど、キックにもいけるんで。じゃあ次はキックありで天心に挑戦で殺されますね。この間見に行ったんですよ、ライズ。ああ、そうなんや。はい、それチケットを呼んでくれたのか。いや、チケットは自分で買いました。それの前の5試合目ぐらいに出てる選手がうちのジム来てくれたんで、でライズ決まったって言ったから、じゃあ見に行きますって。その時にもう完売してて、枠一応抑えてくれて、それで行きました。天心呼んでくれなかったの？ LINE とか聞いてなかったの？もう忘れとんねん。多分忘れてますね。ああ、テーパリッドとやったって終わってるかもしれないです。時間も使ったんで。テーパリッドは強かった？テーパリッドも強かったですね。身長低いんですけど、距離もの方が長いし、パンチも全部こういいとこ来るですね。ちゃんとこう当て感がいいんでしょうね。間合いがやっぱり上手なんで。だからテーパリッドは一番こうスパーリング動画とかも、まあ、いろんな大阪なんで入ってくるんですよ。ああ、そうなん。動画撮ったでとか、そういうのいっぱいもらって研究して、でいろんな自分の知り合いに送って、どう思うどう思う、この距離がこうやでとか、いろいろなアドバイスもらって、だから一番準備してた試合かなって、あの試合が。ただ思わなくなったんですけど、なんかもっとちゃんといけたかなって。いやー、そんなことないんちゃう。で、那須川選手、まあ、ボクシングの材料が少なすぎて、YouTube でも4つしか上がってないんですよ。だからメキシコ人とやってるやつと、メイウェザーと、あと、一つは知り合いにキックボクサーの人もらったマス動画みたいなと、キックボクサー同士でやってるみたいな、ボクシングのマス、そんなんが YouTuber があって、いや、見れば見るほどいけんちゃうかなと思ってしまう。もともと評価すごい高かったんですよ。やっぱりいろんな噂聞くし、その誰々と、国体出てた誰々とやってもやっぱ負けへんとか聞いてたんで、しかも小学校から定見ジムずっと毎週行ってるみたいな聞いてたんで、あ、ボクシングも強いなっていうのも全然思ってたし、ただボクシングルールでってなった時にその材料が少なすぎて、見れば見るほどいけるなと思ってた。ただキックの試合を見るのはと強いんですよ、やっぱり。ボクシングのやつは参考ならなかったですね。やっぱり強かったですね。強かったです。
距離も遠いし、ほんまにあのアマチュアボクサーみたいですもん、距離遠いし、遠い距離から当ててくるのもフェイントもうまいし、手数も多いし、なんか、まあ、それでも多分向こう待ちやったと思うんですよ、だから倒れへんかったらいいわけじゃないですか、待ちのボクシングで結構あかんから、僕も待ちなんですけど、待ちというかあんま攻めるタイプじゃないですけど、なんか捕まえきれんかったし、手応えあるパンチもほんまに全然当たってないですし、ちょこっと当たったぐらいです、近い距離にポンポンみたいな。結構藤崎くんはなんか大学とかでも割といい成績を残してたけど、その中でやった人らと比べて天心は結構強いと思いますよ、ほんまに普通にそのトップ選手でも、そういうそれぐらいのやつに結構スパーリングでも押すみたいなんですよ、そういう今でいう国体とか出てで優勝するような人とやっても引け取らへんみたいなことは聞いたことあって、まあ、それは全然あの企画の前の話なんですけど、まあ、やっぱ強いんやなと思って、まあやってみて思ったのが強いですね、あのキックボクサーであのボクシング技術はすごいなと思いますけど、キックの人とやっぱボクシングでやっても結構うまいことできるんですよ、まあ僕でもこうマスとかやったら、まあ、スパーリングとかになるとちょっと違うんですけど、多分やられるんですけど、ガッて来られたら、その、なんでしょうね、そういうのはうまいもんですね、はい、再生回数増えそうです今後、はい、このジムはどういうようなものにしていきたいですか。難しいですね、その、まあ変わらずで、僕もまだまだなんですかね、ね、こう足りない部分っていうのがいっぱいあるんで、まあ、やればやるほど思ってくるんで、それはだからもっともっと突き詰めて、いろんなことを、まあ、専門知識としてね、いろんなことをいろんな分野、そのボクシングに関してもそうですし、格闘技に関してももっともっとちょっと勉強したいなっていう気持ちがあって、それでもっともっとやっていく中で勉強して、でいい教える人、良いトレーナーになれたらいいかなって思います。で、まあ、もちろん来る人が楽しんでやってもらえるっていうのが一番なんですけど、その中で試合出るっていう人に対してもっと結果も残せるような、ね、ちゃんとした知識をつけていきたいなと、個人としてそうやってやっていけば、まあ、ジムとしてももっと発展していくんかなとは思いますけど、選手育成っていうよりはもう一般の人が楽しく、そうですね、一般の人が楽しくやるっていうのが一応ここのジムのあれなんで、まあ、その中でもやっぱりそういう知識身につけて、いろんな本当に試合出るプロとしてやってる人にこう伝えることができるような人間になれればいいかなと思いますね。いいですね。ずれてないですか、大丈夫ですか。大丈夫です。最後ジムの PR などお願いします。はい、天満橋駅、あの地下鉄谷町線と京阪の駅から徒歩1分ぐらいです。で、平日は11時まで営業してますので、カメラこっち営業してますので、仕事終わりの方でも、はい、全然間に合いますので、またでも来てください。体験も無料で、あ、この YouTube 見たで体験できます。お願いします。ってことで、はい、天満橋でボクシングしたい方、お越しやす。ほなまた。はい、ありがとうございます。お邪魔しました。お邪魔しました。ありがとうございます。バックそれなんだろう。なんか、聞いたらしいんですよ。あ、なるほど。言うと、たーくんから、ああいう感じで言ってるって、さっき言ってありました。なるほどね。なんでそんな言ってんのって言ったら。